ありがとう。地震が落ち着いたから私実家の方に電話入れたんです。そしたら甥っ子の高校生が出たんです。もう大きいね地震が来たからおばちゃんの家においでって言ったの。そしたら大丈夫だよっていうのね。それが最後の甥っ子の言葉でした。それで私あのヘルスケアに避難して行ったんです。そしたらもう中浜中野の人がいて、しげちゃん残念だけどもお家もお墓もみんな流されてって言われた時はもうショックで、もう本当にね、もう目の前が真っ赤になっちゃって、もうどうしようもなくて泣いてたんです。で、東電にいるのお父さんと息子が勤めてたから、そしたら氷化けなんですって話したら、おふくろ今日はぐっすり休みなさい。明日僕たちが探してくれるから心配しないでください。言われたんだけど、本当なんて言っていいか分かんないぐらい悔しくて、そして。そのうち休んでるうち朝起きたら今度東電が爆発したので川俣の方に逃げてくださいって言われたんです。それで今度川俣にみんなでね息子夫婦とあと息子さんうちの嫁さんの家族とかみんなであの川俣に行ったんです。それで私ちょっと体調崩しちゃって3人亡くなったのでそれでお医者さんにも行けなくて東京のうちの息子の2日目でやっと電話通じたんです。携帯電話それで息子の友達が迎えに来てくれてそこでお世話になっておばちゃんのうちにお世話になってそれで東京の病院に連れてってもらったんです。息子とお友達にで点滴していただいていくらかね前向きになってそれで私もうダメだなと思ったらうちの息子夫婦がお母さんってねお母さんがねそんな弱気じゃダメだよお母さんはねまだ実家守んなくちゃならないんだからここでへこたれたらダメだよお互いに頑張ろうと私も少しでも協力するからだからお母さん頑張ろうと息子夫婦に言われてまたお父さん娘にも言われてちょっとずつ元気ついてそれで今度記載高校に来たんです。それで記載高校に来るときうちの息子夫婦が記載高校の近くを一軒お借りしたんです。いつでも気ぃつかないで来てくださいってうちの息子夫婦から言われて私は本当にお嫁さんに言われてもう本当にお嫁さんに感謝で今でももう忘れられることありません。ちょっと休ませてくださいって言うともうちゃんと布団を敷いてくれるんですよ。お風呂入れてもう私なんてこんな幸せなんだろうと思ってもう私がこんなメソメソしたではダメだやっぱりね息子夫婦にも家族の人にも迷惑かけたらダメだ。でもやっぱり立ち直るまでは被災高校にいて1年かかりました。で皆さんにボランティアの皆さんまた地元の皆さんまた双葉町の皆さんに励ましていただいてそれで私借り上げ住宅に入ったんです。また周りの人もみんないい人引っ越して2日目で立山のお友達とお知り合いになっていろいろご馳走になったり買い物に連れてもらったり医者に連れて行ってもらったりして大変お世話になりました。今でも感謝しています。それでお家買う時も相談して仏壇買う時も相談してで皆さんに本当に大変お世話になって私はね そんなこと言ったら失礼だけども埼玉に避難してきてよかったな皆さんにねよくしていただいてよかったなと思って私はねいつも感謝の気持ちでいっぱいです。